はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、瓦礫の塔やっていきます。で、チームが3チームに分かれてるんで、まず左ですね。とりあえずエースはセリスで、セリスは英雄の盾になったのでアルテマを覚えさせてあります。なので、まあ、セリス基本的にアルテマ連発してれば敵はなんとかなると思うんで、このチームこれで大丈夫でしょ。でカイエンとかも、まあ、レベル40くらいにはなってます。セッターはちょっと低めで、真ん中のチームはエースマッシュで、せっかくなんでカッパ装備をね揃えて、エドガーをカッパにしてます。で、サゴ城の槍、サラアーマーガッパ、これカッパ系の装備ですね。カッパで装備すると強いって、攻撃力は253あります。で、ガントレット装備させてるんで攻撃力546って、ちょっと今見たけど他どんくらい、198210、ラグナロクでさえそうだよな、255、まあこれ片手だからね、単純に倍になってんのか。で、カイエンも斬鉄剣、ガントレットで466っていう感じです。ガウとか入れてないから。で、減ってんな、なんかマジックパワーが。これ飛竜の角装備させてるんですけど、ガントレット装備させてるからジャンプできないじゃんって思うかもしれないんですけど、まあケツハリで飛んでいきましょうという感じです。まあケツハリはマッシュに装備させてます。あとモグも一応ジャンプ要因になるんで、まあ、モグは単純に竜騎士の靴で、今モルルの守り装備してるけど、これを飛竜の角はないのか、確か1個しか持ってきてなかった気がするっていう感じです。で、第3部隊がティナとシャドウが強い感じですね。で、ティナにもアルテマは覚えさせたんで、まあとりあえず魔法系はアルテマやってればなんとかなるっしょっていう感じです。じゃあ左から進んでいきますか。左は八竜に関係なかったんで全然進んでないんだけど、アイテムヒプノクラウン、これ何、操るの成功率アップか。で、敵が出て、ここはもう連続魔のアルテマ、アルテマでいいでしょう。このアルテマ2発耐えられる敵はいないんじゃない。あと防御防御防御、これで流そう、ここのチームは。で、セルスのマジックパーが減ったら回復で2発で99999で、セッターフレア覚えたけど、まあいいや、バハムとか変えとこ、変えとこって言ってもな、あんまり別にないんだよな。瓦礫の塔2回で同じパターン、これもアルテマ2発で OK。 アルテマ来た、反撃から1体の方が強いのか、なんか分かんねえ。3匹いるとダメージが分散するけど、あ、イカサマ大使とかんじゃん、ちょうどセッターいるよ、グラディウスになってる。あれ、イカサマ大使って何、こんなところにある、別に強くない、攻撃力1なんだ、あーなるほどね、サイコロみたいなやつかな。セッターそもそも使わないからね。左側はなんかなんもないのかな。モルボルグレーとかね、生属性回復してくるんだよね。ホーリーダンスとか持ってると回復されちゃうっていう。ビジオンしか強いな。あ、ここも経験値自体は全然悪くないんで、進んでいくうちにある程度レベル上がるでしょうと。あれ、これなんだこれ、あそこを踏まないといけないのか、変えよう。マッシュ、あれマッシュ部隊ってどうなってんだっけ、なんで減ってんだ、みんなめちゃくちゃ減ってんな、回復させないで来たからか。で、これ下ここにアルテマバスターがいた、めちゃくちゃ苦労したけどね。寝よう、来て早々にテントを張る、トイレで。テントって実際トイレがついてるわけじゃないからさ、意外に便利だよね。ここあれか、ケフカがそれは捕まってた帝国のあれか、もともと瓦礫の塔って首都ベクタにできてるんで、ここも魔導研究所か、多分反映されてんのが。首都ベクタにで、これ上行くと戻っちゃうんで、左で下に行って、これどっちだ、
なんかわかんねえ。でここにドラゴンがいて、ガルキの塔2階に来て、2階とか1階とかもうわかんなくね、こんなところ。あ、これマジで帝国だ。はいはいはい。え、なんか4トン、ああれを落とすのか。え、でもここまで進んだらさ、いけなくないっていうか、モルルのお守りを装備してたから敵が出なかったのか。でここ多分アルテマ一発じゃなんともなんないよね。やつをどうするか。多分投げるをやっちゃうと投げるの方が早いからな。ステッチグランドトレ160。あれなんだ、見てみよう。60を使う割にはどれだけの攻撃力が出るんだろう。あ、6000、結構強い。いいじゃんいいじゃん。金の神数にいても必須だな、60ってなると。ストラゴスのグランドトライン悪くない。え、これどうすんだっけ。こっち行っちゃっていいんだっけ。なんか一回戻されたんだよな、八竜倒そうとしてた時に。でこっちだ、ガンマ。え、なんだ、謎のものが発動するか。シャドウ何装備してんの。あ、強え強え強え。シャドウの攻撃が通らない。で、ガンマが強い。最後にアトリプレイか。後ろに下がってるからか。で、何装備してる。影縫いか。でもまあ攻撃力220あるから、この先に、そう、ボスがこっち出たんだよね。ここもテント張ろう。あ、ピンクだ。これなんだ、キャラによって違うのか。いつもセリスとか戦闘にしてたからな。ティナ、かわいい感じのテント。で、進んで、宝箱とかね、もう開いてるもん開いてるからね。これなんだっけ。え、ちょ、待って、何がどうなった。まず集まってて、いいね。3000じゃ死なないのか。ストラゴス、グランドトラインやる必要ないかもな。オーバーキルっぽい。ストラゴス、メルトン覚えた。メルトン覚えても、みんな、あれだよな、アイスシールドはなんとかなる。ちょっと待って。リルム、フレームシールドか。あってな。なんかシールド買えばいけんじゃねえ。なんかないな。ないからクリスタル立てる。ちょっとメルト打ってみよう。今ガチャンってなって。ガチャンってなって どうなってんだ。左か影響したので、ここに竜がいて。あれ、ここまで来ちゃったらさ、いけなくね。いや、開いたは開いたけどさ、セリスが先に進めねえんだよ。あ、ここ。あれ、どこ？なんか4体いるんだけど。どうなってんのこれ。4体重なってんのか。普通に当たるよ。当たってるわ。よくわかんないけど、ダメージが。ん？どこが？どうなった？めっちゃ殴られてる。いや、でもここまで行くしかないよな。ちょっとマッシュがあれなのか、もうちょっと手前のところでスイッチがあったのか。っていうかさ、一回やれば開くの。マッシュ部隊はね、モルルのお守りがあるから楽、敵が出ない。こっち宝箱あんじゃん。
フォースアーマー。ちょっと待って、ここ左行くとどこ行くんだ。あ、これでここか。リボン、やった。あ、行った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 。これでセリスか。ん？どっから入ってきたっけ。なんかセリスがよくわかんねえところで変えちゃった。あ、ここ出てで進んでいけばいいんだ。ゴールドドアも一発で倒せるかな。いや倒せない。アルテマ2発かかるわ。やっぱりアルテマ分散してるな。でロックで回復してる。もう2発受けねえわ。対して回復するものがない。使ってよ。2回使うってことは80消耗してるってことだからね。戦闘10回分も耐えられないわ。ここは魔導研究所の幻獣が囚われてたところか。デストロイド、なんかすげえの使ってるな。めっちゃガードされてるし。進んでここが開いたのか。あの宝箱で風車量産するとか言って全然量産してないな。アルテマ一発に抑えてモルボルグレートを他でなんか倒した方が。いった、死んだ。待て、マジか。このメンツでどうする。いやロックはでも普通に火力高いから、いけ、全投げ。2200弱すぎる。火炎、こいつは4回攻撃。これでも両手持ちしてだからね。両手持ちしてこの火力はちょっと弱いな。回転の証してでも攻撃力半分になるのかな。一応回復は覚えたんだよ。おで、ここへ行けるのか。カチャッとやって、ちょっと待って、カチャッとやってもいけなくない。ちょっともう一回セリスにして左、ちょっと待って戻れなくなっちゃったよ。ひどい。ガンマ強いかも。ブンドロー。ちょっと待って、今セリスあれそこしてんだよね。アルテマイボ5700か。ヒットポイント分くらい渡るのかな。6300強い。カイネも後ろにいるそんなことないよね。グラビティボ、あ、そうだ、ブンドルするとさ、ラグナロクのあれが発動しないんだよね。あれいい、ちょっと待って、使いたくないのに。ちょっと外へ出よう。外へ出て4トン落として、で、なるほど、あそこが開くのか。このままにしとこう。4トンとか動かしたんだ、すげえな。4人いるとはいえ、チェリスが4と動かせるとは思わない。ロックも無理でしょ。ウーマロとかいないと無理じゃない。ウーマロとかだったら。でも4トンでしょ、異常だよな。4トン落としてなんか壁が壊れないのすげえな。でこっちが行けるようになって、これ入れ替わるのか。で行けなくなって、その真ん中とかがもうわけわかんなくなってる。で絶対落とせないでしょ。危ないぞ、そこ置いといてくれ。一歩だけ離れよ。マッシュはいける、4トン。お前なら。で、これで、なんかもうティナが真ん中になったな。でも左右は入れ替えられるのか。たまたま、
セリス左に行ったけど、別に右に行ってもよかったよね。ガチャ。で、キノコか。これなんだ。ちょっと回復したかった。ガーディアン。基本プログラム止まってる。まずトランスする必要ある？アルテムメルト打ってみよう。投げる。風魔手裏剣がやたら下にあるのが面倒くさい。グランドドライ。こいつリルミやることねえんだけど、今誰減ったの？一応フレア覚えてるから。メルトンで今ガーディアンいくつだったか全然見てなかったわ。強い、グラフトライン普通に強い。結局魔法ゲーになっちゃってるからな。3700メルトン6000で、リズムが回復。グランドトラインは使える。てかまたメルトンにしちゃった。アルテマにしよう。回復できるやつがあれば全然もう永遠に攻撃できるから、ベルトン使ってれば。回復兼攻撃。ギルム何それしてんの？フレイムかアイスどっちかだよね多分。ちょっと見よう。フレイムかやっぱり。でアイスは炎を無効化するだけ。吸収するんだったらフレイムシールドか。だフレイムシールド量産しとけばいいんだ。でもメルトンを覚える頃にはさ、だいぶパーティー育ってるからね。あ、これこっちか。ん？これ3都市もしかして。え、やっちゃっていいの？鬼神危機感で、アルテマとないよ。あ、てかじゃあダメージ量微妙だったからな。9999いかなかったから、トランスしてメルトン打てばよかったんじゃない。アルテマ攻撃見よう。9999、もういいやこれで。おっと、これいや、ストラゴスがね思ってたより役に立ってる。グランドトライン普通に強えわ。バイガとか効かない。テイルファンク弱いな。で、アルテマはやっぱり最強。風魔手裏剣も言っちゃえば銭投げだからね。買ってるから。金を投げてるようなもんだよ。普通の銭投げより全然強いけど。いや、弱い。アルテマバスターが今のところ一番強かったな。あいつマジで強い。グローランスだ、やった。あれなんだなんで飛び降りたの。ちょっと待って、グローランスをエドが襲ってる。カッパから寝たからか。あれ寝たっけ。まあいいや、ちょっとカッパになろう。自分でカッパになれねえし、カッパにしてもらおう。カッパー、あ、ちげちげちげ、こっちか。グロランスはモグだな。あ、強いな、普通に強いわ。あれってどうすればいいんだ。いけないんだけど。え、やっぱりティナに何とかしてもらわなきゃいけないのか。カッコつけてるけど、これ先進んだらだってどこに行く。もう終着点じゃん。え、降りて大丈夫。なんか進めないままめっちゃ折れちゃってんだけど。ああ、だから戻れるんだ。ここでやってないことがあるから、なんかのスイッチを押さなきゃいけないな。いや、でもこっから来て、え、下、ああ、なるほど、単純だ。敵のいないマッシュで行こう。
三頭身は近いな。そうすると三頭身手前になったら女神か。こいつらモグのモルルのお守りは外して、じゃあどうする、ブレイブリングでいくか。いやこいつこそ、いやガントレット1個しかないんだよな。二刀流しても意味ないと思うから、これいいや。ウーマロとかマジでレベル30のままだからね、超弱い。お、サイドアタックで、まずケツアリで飛ぶ、飛べ、体当たりした。女神の向きが変わった。ソニックダイブ、コウモリ歌、一人で歌ってろ女神よ。誘惑、誰を誘惑している。誘惑する人いなくない、普通でマッシュ。カッパかさ、豚かさ、変な化け物しか誘惑できない。これもう一回使えるの、あ使えないよね。で最後エドガーが降りてくるときにどれだけの火力が出るか。クエサーって何、見た目は強そう。いや結構食らうな。でウーマラはもう死んでもいいやね。ちょっと待って、降りてきてないんですけど。ちょっと待って待って待って、どういうこと。復帰、飛んでったまま何してんのよ。やばい、なんかわかんねえ。せっかくのジャンプがどうなってる。戦ってみよう。エドガがいなくなった、失礼、もうエドガがいなくなったんだけど、カッパがどっか行ってしまった。エクスカリバーここで手に入るんだ。で三頭身がなんか持ってんな、強い武器。若干今更感はあるけどな。ちょっと待ってよ、これもう一回寝てさ、カッパ治っちゃうけどさ、なんなのこれ。カッパ治るよね。ちょっとカッパの実力を見せらんないんだけど。でエクスカリバーちょっと誰がそれできる、伝説の聖なる剣。まあ言うてもだよね、ラグナロクとかに比べれば。先進もう、もうあと多分スイッチこの3つを押して終わりだと思うから、モグはまあそのままでいっか。ガチャ、じゃああとセリス。ん、そう一回外に出るのか。なんだ、鬼神女神あと一人、三頭身誰だ。装備は大丈夫だよ、魔人か、みんな邪悪だな。カインは攻撃で、ちょっとぶん取ってくる。でもなんかぶん取れんの。さてと、当て待てまでいいか。一応セリスもメルトン覚えてるけど、ここでメルトン使うと多分みんな死ぬ。ゲー埋もれてんだけど、邪悪に飲まれる。セッター何したの、全員でしょ。ブンドル、あれどうした、なんか機械出した、オーラが激しく出る。金、え効かない、全てを動かしてるから。ちょっと待って、アルテマでさえ語るわ。なぜだ、やるだし。いやなんだこれ、フォースフィールド、生属性無効。いやこれはもう困った時のアルテマでしょ。もうアルテマ2発では多分終わるな。あ、当たった。魔法がむしろ無効化されるのか、フォースフィールド。2500つえ、やるじゃないか。買い足しの子、やる手は関係ない。マジ何にも関係ない、ある手は。
クイク。あ、六つの神。よし、これで三頭身全員倒して、三頭身を倒しても魔法の力が消えない。ケフカが吸い取った。で、ちょうどカイエンがいるじゃないか、ここに。あ、上がる上がる上がる、いいね。回避率も上がる。で、この先がケフカになるんで、ちょっとうちのカッパチームのチームカッパのちょっとエドガーの実力を見せたい。敵は出るっしょ、普通に。うちの空挺部隊、ここ敵出る？ここ出なそうだな。三頭身いたところだから。え、ここか。え、モルグの守り装備してないよね。この先敵出ないとこある？あ、出た出た出た。ちょっと飛ぼう一回。と夢を乗せて。ケツァリ。ってこんなしてるし。これどうすんの？なんかもうエドが毎回毎回おかしなことになってた。やばい。こなしたい。いった。プロです。ジャンプしかねえわ。ちょっと待って、これ普通にやばい。超めんどくせえ、このイノセントとか。通り付けになったら逃げらんなくね？これ個別で逃げていくからさ。いや、マッシュだけ取り残されたわ。最強にめんどくせえことになってる。よし、これマッシュ死んだわ。ちょっとリボン誰かそびさせよう。マッスルベルト、あ、ヒットポイントもいらなくないか。じゃあリボンだな、せっかく手に入れたし。で、アレイジで回復させて、ちょっと最後マジでエドガーの実力を見せたい。エドガーの実力を見せられないまま終わっていくな。しかもまたイノセントかよ。これだからこのまま飛んだらどうなるの。飛んでった混乱したやつらを乗せて。フリージングダストはリボンでも防げないからね。効果かな、意味が分からん。ウーマのせい、効果がなかった。混乱してるから、混乱してると帰ってこねえんだけど。雪だるまロード落とし穴。なんでこれ上でやってんのか。上で踊ってるんだけど。すげえ空中舞踊。馬の死ぬかなこれで。効かない。ちょっとジャンプシステム、メルトン、あれエドがメルトン覚えさせたっけ。スノーボール来た。空中からのメテオ、スノーメテオ。やたらめんどくさいことになってた。でモグが溜まってゲージがね、サイです。あー、やっぱ今エドが撃ったのサイですを混乱してるからか。これジャンプしてるとめんどくせえことになる。ディジェネ、どんだけジャンプしてるのか。雪なのに行け。あれ、雪崩ってこっちに撃った、もしかして。無限飛びで決めよう。おー、うぜえ。長期戦だこれは。もう雪崩を味方にできるんだな。頑張れ馬の、お前だけが頼りだ。雪崩、ちょっと待って、3000も回復するのかよ雪うさぎ。ウーマのあれだ、動かせないから前に出れないんだよね。今バックアタックで後ろに来てるからさ、攻撃が弱いんだよな。散るなホーリーも。いいね、スノーボールだったよ。弱い、なんだ。ようやく倒した。
と本当に見せらんない。エドガーの実力を。イノセントが出てきたらもうマジでめんどくさいから速攻しよう。お、いいじゃん、ガンマ最適だよ。エドガーガンマ戦食らってっけど、ちょっとこれを見極めてからにしよう。よし、これは大丈夫、死の宣告くらい。今度こそ飛べ、グラビティボム。さあ誰から戻ってくる、戻り順がわからない。マッシュ3800、ボーク2000、ウーマロ。これなんでエドガーさん、意味がわかんない。エドガー毎回帰ってこねえんだけど、なんで、何が悪い、超謎をマジで。もうあいつは帰ってこない。魔法とか使えないしね、飛んでるから戦えもできないよね。もう今チェンジもいいねえし、ガンマ戦アイテムは使える、ポーション使ってみようか、使える、空中からアイテム使ってる、ちょっとこれ無限トーク。この両手持ちしてるっていうのが良くないのかな。そ、結局ジャンプ K2 ハリーで飛べばいいじゃんっていう感じだったんだけど、ガントレットちょっと外してみるか。じゃあそしたらちょっとあんまりジャンプする意味、単純なジャンプだったらあの火力上がるんですよ、それは確かめた。なんでもいいやと、グロイクでいいやじゃん。エクスカリバーになっちゃってる、ホーリーランスでいいやん。槍にする意味があるのかって言われたらそうわかんないけど、なんとなくジャンプといえば槍。イノセントかクソめんどくせえ、ちょっと なんとかなる。必殺技、人間トップ一体ずつ必ず確実に処理していく。で一体になったらケツアリで飛べるジャンプ。375しかないんで呼べんの。あ、違う、エドガー佐護城だ。来た、ボーク佐護城変えられる、攻撃してしまった、投げられた、倒した。佐護城が一番下にあるんだ、多分佐護城。ほら、来た来た来た、ガンマ大丈夫で、今度こそケツアリ何回使ってんだよ本当に。波動砲、降りてくる順、マッシュ早いね、7800とか2000とか。マッシュで効果がなかった、なんでエドがマジでバグってんだけど超謎、何が原因なんだか分かんない。カッパじゃない時にそのジャンプしてガントレットの効果上がるかなって試した時は大丈夫だったので、その時は別にカッパにしてなかったから、なんだカッパジャンプがダメなのか。ケイツハリー超謎だな、正直全然攻撃してないわ、悲しいな。カッパの活躍が見せられずに終わりそう。これ最後なんだろう、できた、いや、エドが活躍できると思ったんだけどな、なんだろう、何が原因なんだかちょっとわからないけど、カチッとやるとこまではいくか。この先か、ちょっと寝よう。カッパがいけないのか、装備がいけないのか、ケイツハリーがいけないのか。でもこれってさ、ケイツハリーがダメっていう話になったらカッパになる意味ないよね。
何のために飛んでんのっていう感じだから。まあ、いや、ちょっと、装備後で考えよう。あれ、セリスだっけ？まだここにいるわ。あれ、これさ、行っちゃう？もしかして。ちょっと次回しましょう。